こんにちは。今回はですね、薬王菩薩本持本、薬王菩薩本持本をですね、解説します。これはですね、私がですね、昔よくインドに行ってた子ですね。こっちがマニバサカンって人ですね。マニバサカン。で、これがバンドルっていうインドのですね、古代の予言書の束ですね。これすごいですね。これ私ですね。はい。でもこの中にですね、いろんなベーダの秘密が書いてあります。予言も含めて医学、あとアストロジー、さらにはですね、マントラ、ヤントラ、図形、あと、いろんなアタルバとか、リグとか、スタパティアとか、いろいろベーダのですね、秘密が書いてありますと。はい。まあ、それはインドの文化なんで、今回はですね、まあ、お釈迦様の薬王菩薩本持本の解説をしますと。その時、粛清の王によって開花された神通を持つ、粛王家菩薩が次のように世尊に申し上げました。世尊よ、どうして薬王菩薩たち、薬王菩薩はこのサハ世界において遊歴するのでありましょうか。世尊よ、しかも彼には幾百千皇帝ないための多くの困難な仕事があるのです。どうか正しい悟りと尊敬される世尊如来は、薬王菩薩の修行のどこか一部だけでもお解きください。それを聞いて神々竜役者ガルダ、アスラガルダ、キンダラマホラが人間や人間以外の者たち、かの他の世界からやってきた菩薩大使たち、またこれらの偉大な聖門たちのすべては、聞いて喜び満足し、心高まり狂気するでありましょう。まあ、ここの下りですけども、これ要するにあなたが法華経の22章を、薬王菩薩本持本を読んでるってことですね、これ。で、ここを読んで、シャーカムニュライに、あなたの中にいる、菩薩が、なんで薬王菩薩はあんなにかっこいいのでしょうかっていう。実際、薬王菩薩っていうのは、儒教を得て、自由自在にもビッグバンを起こして、そしてあらゆる世界に、法華経を広めていける力を持った人ですね。で、それを聞くとですね、それをあなたがですね、お釈迦様に聞くと、神に、竜、役者、ガンダルバ、アスラ、ガルダ、キンナラ、マホラが人間、人間以外の者たちも、皆、それを喜ぶっていう。ですから、あなたの心の中にいるこの神、竜、役者、ガルダ、アスラ、キンナラ、マホラがたちが、皆、歓喜するってことですね。薬王菩薩、つまりスーパー大菩薩が、なんで三次元に来ると、こんなにかっこいいのかっていう。はい。そこでですね、セゾンは、粛王家菩薩の懇願を知って、その時、粛王家菩薩に、次のように仰せになった。両家の子よ、昔、元日川の砂の数に等しい豪の過去世にあったことであるが、日月常明徳如来と呼ばれる正しい悟りを歌、如来が世間に出現されたと。まあ、過去の時代に日月常明がいて、まあ、その人は、まあ、三次元世界で悟りを経て如来になって弟子を取って、そして、弟子たちに儒器を授けましたと。そしてですね、彼の説法の座にはですね、72のガンジス川の砂の数にも等しい聖門たちが集まり属していたと。そしてそこには女性はいないし、地獄畜生道ガキ、アシュラの群れもいなかったと。もう要するにその人の、参加、集まりにはですね、そういう人たちはいなくて、聖門たちとアラハンと、あと菩薩たち、こういう人たちが集まっていたと。そしてそのブッダの国土は手のひらに平坦でっていう。まあこれ要するに、三次元でサンガを作って、まあ教えを解きますよね。そうするとそこは仏国土なんですよ。もう三次元のサンガっていうのは仏国土。はい。もう今私は要するに、法華経を唱えてますよね。これを聞いてる皆さんは、私の仏国土にいるんですよ。私の話を、法華経を聞いてるってことはもう、私の仏国土にいて、そこはですね、72のガンジス川の砂の数にも等しい聖門たちが集まってるんですよ。そして、その説法の座には女性はいないと。そして地獄畜生ガキアシュラという悪しき境遇に属する者たちの群れもいないと。もうこれを、私からこれを聞いてる人はですね、地獄に落ちることも畜生道やガキアシュラの道に落ちることもなく、もう法華経に気がついてる人たちってことなんですよ。わかりますか？これが三次元の、如来の、三がですね、っていうことなんですよ。教団っていうことなんですよ。はい。で、そこは素晴らしい世界なんだと。もうわかりますよね。法華経の言葉が
響き渡る世界っていうのは、三次元の如来のサンガっていうのは、いわゆるここで言ったら YouTube のメンバーシップの集まりっていうのは、これを聞いてる、この YouTube を聞いてる人たちのその場っていうのは、仏国土であって、茶の城のように平坦で心よく、その地面は天の瑠璃からなり、宝珠や梅壇の木で飾られ、宝玉の網が揺らめき、樹木にかかった飾り紐が垂れ下がり、宝玉製の航路から方向が満たされていたっていう、こう最高のこう、法華経の言葉が響き渡る世界っていうのは、このように、お釈迦様がいる世界から、こっちの世界を見るとですね、私が日常の時にはすると、あなたがその、弟子たちで、そこには、声聞たち、仏の声を聞く人たちと、女性はいないと。で、地獄畜生、ガキ、アシュラもいないと。それはもう法華経の言葉だけが響き渡る、まるで、法珠の根元には、宝玉の光覚が立てられているような素晴らしい世界なんですよ。わかります？あなたにはこの外界のくだらない三次元世界も見えないんですよ。この法華経の言葉が響き当たるところっていうのは、声聞宗、仏の言葉を聞く人たちと、あと菩薩、あとそこには女性はいないと。地獄畜生、ガキ、アシュラもいないと。悪い心を持つ人たちもいないってことなんですよ。それをお釈迦様はですね、あっちの世界からこの私の世界、私が日月上も特にような離脱すると、ここの三次元のこの、サンガはそういうものなんだっていう、法華経の響き渡る場はこういうものなんだっていうのを、語ってるんですよ。はい。わかります？そしてこの集まりの中にですね、一切衆生危険菩薩っているんですよ。一切衆生危険菩薩。これはあなたのことなんですよ。あなたのことなんですよ。で、あなたがここで修行してですね、私から日月上明徳の間から儒教をもらって、そして仏国土に帰ると。そして、いろんな世界に生まれ変わっていく。それが薬王菩薩で、一切衆生危険菩薩がここから儒教をもらって仏国土に帰って生まれ変わったら薬王菩薩になると。スーパー大菩薩になると。そしてあっちこっちの世界で法華経を解き明かすと。その姿があまりにかっこいいっていうのを、慶徳菩薩が言ってるんですよ。宿王家菩薩が世尊に聞いてるんですよ。わかります？これ。一切衆生危険菩薩っていうのは、今、私の言葉を聞いてあなたのことで、この一切衆生危険っていうのは、すべての人たちを喜ばせる如来、すべての人たちを喜ばせる菩薩なんですよ。それは何かあったら、取りも直さず、法華経を広めようっていう、お釈迦様の教えを聞いて、理解して、儒教をもらって、法華経を他の世界に広めようっていう、それが一切衆生危険、あなたなんですよ。で、あなたはこれ儒教をもらって他の世界に行くと薬王菩薩になって、スーパー大菩薩である薬のですね、法華経をどの世界に行っても気がついてそれを学ぶっていう。その薬王はなんでかっこいいんですかって、宿王家菩薩が聞いてるのがこの薬王菩薩、法音寺本なんですよ。ところで宿王家をこの正しい悟りから尊敬されべき、日月上明徳の間の寿命の長さは4万2000号であり、かの大菩薩たちやかの偉大な聖門たちの寿命の長さもちょうどそれぞれ同じだけであったと。要するにもう、今私が日月上明徳の間だとすると、儒教を授けますよね。そうすると要するに、その人たちは、あなたもそうですけど、みんな未来仏、未来の菩薩になりますよね。融通無碍でつながった世界に行くわけですよね。そうすると私ってのはここにいる肉体だけではなくて、その未来の世界にも分身がどんどん行って、その世界でも生きてると。つまりそれが、日月上明徳如来の寿命の長さ4万2000号であり、それは私の儒教を授ける私の寿命の長さも4万2000号なんですよ。皆さんが生まれ変わって未来仏になると。あるいは薬王菩薩になった世界もあると。その世界にも私はいるし、その世界にも私の分身たちもいるんですよ。その大きさ、その融通無碍の世界、弱い相互作用でつながり合った世界っていうのは4万2000号であり、かの菩薩大使たち、まあ、あなたや聖門たちの寿命の長さもちょうどそれと同じだけであったと。これがですから融通無碍につながった虚空界の無限の世界のことですね。はい。わかります？つながってきました。はい。今日は一応ここまでにしますね。はい。ですから私の解説を聞いてると、これ読めるようになりますね。法華経がどんどん。さらにそれは、量子論、相対論、量子論、そして統一場理論の一つの場っていうのが、
一つの、ゆずむげの世界が無限に重なり合った世界ですよ。一つの虚空界が私から生まれますよね。それはもう一つの無限ですよね。だけどその無限の虚空界が無限に重なり合っている世界が弱い相互作用でつながった世界なんですよ。はい、わかりましたでしょうか。ですからこの地球の科学もですね、素晴らしいものなんですよ。弱い相互作用っていうのはゆずむげにつながった虚空界のことなんですよ。その世界が無限にあるのが、十次元ですね。はい、今日は以上です。どうも。